おはようございます。春です。今日はシャコタンに行ってウニを楽しみたいと思います。それでは春ちゃん行くぞ。おー、ロイツ町に入りました。ほらね、ここから空気が見えた。さあ、大作岩です。海の色めっちゃ綺麗じゃない？空気町って言うんだね。シャコタン町です。左側に見える三原しそ、去年ウニ丼を食べに行ったお店で、ペットと一緒にウニ丼楽しむことができます。右方向へ。海になってます。めちゃめちゃ綺麗です。この辺りは奇岩群が立ち並んでいて、ドライブするにも楽しい道です。こちらの中村屋さんもとても美味しいウニ丼屋さんですが、本日行くのはこちらの三崎さんです。窓2箇所開けて、あと扇風機も入れていきたいと思います。ガスウニ丼お食事処三崎。こちらお食事処シャコタンの幸三崎さんです。それでは入っていきたいと思います。ウニ丼で使われているのが紫ウニで、こちらが紫ウニで、こっちがバフンウニ。朝一で採れたものらしいです。はい、でこちらの方なんですけど、まずこちら切れ込みが入ってますので、キノコでこのように割っていただいて、こちらの殻の方で側面の方にヘラを刺してあげまして、半周くるっと、こちらも取れる感じになってますので、こちらの方の、茶色い部分はウニの腸でして、こちら中に入っている緑色のスルスルはウニが食べる昆布で、シャコタンのウニが美味しい理由は昆布が美味しいからですね。あと朝早朝の基本です。でこちらの方食べれるんですけど、めちゃくちゃ夏ので。あ、そうなんですね。でこちらの平の方で切っていただいて、切れ身の方だけ召し上がっていただければなと思って、お願いします。
では、美咲さんを出発し、しまむい海岸へ向かいたいと思います。ほんのちょっと4分ぐらいで着きます。というわけで、ここからの道は登りますよ。
じゃあ食べてみようか。トロリチ水を作ります。トロリチを全絞り、お水を入れて、それどうぞ。あっという間にほとんど会員してくれました。まだ飲みたいね。それでは島村海岸を出発し、ジェラートのお店カムイファームに向かいたいと思います。穏やかな。ニワトリ、ニワトリ。こちらがカムイファームさんです。美味しいジェラートのお店だそうです。たくさんの猫がいますが、シュプリンと猫ちゃんと猫ちゃんはフォトビルガスのレッサンモックがびっしりついてて、本当に猫カフェ空間。めっちゃいる。かわいい。かわいいね。かわいい。うちのハズくらいじゃん。かわいいね。何ちゃんですか？ココちゃんです。ココちゃんっていうの。いやー、超懐かしい。いや、顔ちっちゃ。これ全然違うよ。ベリーヨーグルトとかにいこう。ベリーベリーとホワイトチョコレート、コーンと、なんとヨーグルト、ベリーヨーグルト。じゃあベリーベリー。なんか甘酸っぱくて爽やかで美味しいです。なんか結構バニラに近い感じかもしれない。それではカムイファームを出発し、札幌に戻ろうと思います。また2時間ほどのドライブです。ふっちゃん相変わらずぐっすりです。かわいい顎のせ。市街地まで戻ってきました。札幌まであとちょっと。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではさようなら。